昨日未明、札幌市東区のコンビニエンスストアで起きた強盗事件で逃げた男の新たな画像が公開されました。マスクをつけた髪の短い男、同型が今日公開した逃走中の男の画像です。男は昨日午前1時ごろ、札幌市東区のファミリーマート札幌北40条東8丁目店でレジカウンターにいた店員を金を出せと脅しました。 店員が断ると男はカウンターを乗り越えて店員の頭を殴りレジから現金およそ3万5000円を奪って南西方向に逃げました警察が逃げた男の行方を追っています